乱世の勧誘と評される義の主曹操、彼はオロチとの戦いで死んだと伝えられていた。しかしその曹操が実は生きていて本能寺に身を潜めているらしい。甲冑からその情報を入手した織田信長は早速本能寺へと向かう。信長が到着した時、すでに本能寺はオロチ軍に取り囲まれていた。亡者の噂は少者を動かし、少者は停滞せし世を動かすか。この一戦、信長が業を束ね、オロチを滅す天気となろう。亡者、聖者、わしには難しくてよくわからんが。本能寺が敵に囲まれておる。曹操を知らせてはならん。急ぐのか。ひとまず撤退だ。敵将信長が召した。さすがなるご活躍。オロチの軍師を気取っているのか。ざっと敵が出る。見晴の利く女子よ、少しは興じられよう。全軍散在する敵を一掃せよ。敵の攻撃が無理。この信長を誘う策か。その策、興じようぞ。信長が滅した。見事な戦ぶり。おお、噂を聞いてやってきたか。でも残念だったね。曹操さんじゃないんだよな。尋常に勝負。私に手合わせ願おう。撤退します。後を取りました。敵将信長が召した。さすがなるご活躍。どうしても止められぬ。敵将討ち取ったり。おお、やるの。だとき背頭に策を練って軍師気取り。私は軍師様。寛平の刃受けてみよう。
機長、撃ち取ったり。冴えているな。孫悟の人々を救うためにこの周黄金、全身全霊をかけて戦う。敵の穴だったとは面目もござらぬ。信長を欺くなど無謀、甘そうだ。メス。宿毛兵法、また会おう。敵将、打ち取ったり。あっぱれ、褒めてつかわせ。俺が相手になるぜ。やりますね。また次も楽しませてね。やった。お見事な戦ぶり。戦場にとどろく武者ぶりぞ。信長に会いに来たものの、とんだ修羅場じゃな。
ここは貸しを作っとこうかね。お前らに協力してやろう。敵を蹴散らしてやる。ウムも曹操の名に釣られてきたか。お前が織田信長か。名は君織田信長。猛徳と同じ匂いです。猛徳と同じ匂いをいただけるだろう。お前の相手はこの俺だ。出しては止められぬ。敵将討ち取ったり。冴えているな。こいつなんて強さだ。敵将討ち取ったり。あっぱれ、褒めて使わせ。さあそこで口当てろ。この信長の首を取りに来た。にゃ、他に取りたい首があっての。その首、タイの虎でも簡単には取れぬか。虎一匹では片足を食いちぎるくらいは限界かの。ついに会った時が貴様の最後だ。敵将討ち取ったり。おお、やるの。次は負けない。敵将討ち取ったり。あっぱれ、褒めて使わせ。我らも負けられん。おことは信長をどう見ておる。拙者にはよくわかりません。ま、いずれわかるよ。ここからは全力だ。さて、帰るとするかね。これから忙しくなるよ。花崗豚殿はこれからどうなさるのかね。猛徳を探せ。今はそれだけだ。おのおの、また会おうぞ。貴様は危険な男よ。猛徳と並び立つことはまずあるまい。猛者を求め、なすことが見えぬようでは、長中の男もウヌの前に現れぬ。無妙よ。ここで始末してやりたいところだが、俺はその猛者を探さねばならぬのだ。楽しみは次にとっておく。生きていたらまた会おう。捕らえた将を連れてきました。ウヌラ孫悟はこのまま落ちるか、それとも抗ってみせるか。どういう意味を。意味は己に問え。存分に惑うがよい。全員釈放せよ。しかし、捕虜は取らず、戦力も増えずでは、この戦、何のために。